『スノーマン』ゆるドラ企画で見せたノープランだからこその魅力と手腕プライベートな雰囲気を堪能できる動画にスノーマンの公式 YouTube にて宛てなきドライブ。企画なしのゆるーい動画ですわらが3月22日にアップされた。同動画は目的地が新宿ということしか決まっていない中、深沢達也、佐久間大輔、宮舘涼太、安部亮平、渡辺翔太でドライブをするというもの。 運転は佐久間が担当し、終始るい雰囲気でワイワイ楽しんでいる5人の姿からは、ノープランだからこその魅力と彼らの手腕が見えていた。まず、何をするか全く決まっていないにもかかわらず、取れ高が抜群である。例えば、深澤の「お腹空すいたのよ」の一言からモスバーガーを買いに行く場面、モス年間イメージキャラクターに就任し、CM や広告に出演している渡辺は、顔パスなんで、と自信満々。 さらに、店舗について渡辺とラウールの広告を発見した阿部は、いた。いた、と大はしゃぎ。メンバーも満面の笑みを見せていた。今や多くの人が知る存在となったにもかかわらず、メンバーを発見して大盛り上がりできるのは彼らの魅力の一つだろう。